今朝早く和泉市戸和田大湯の宿泊施設に熊が出没し、駆けつけた漁友会の男性2人が襲われて怪我をしました。命に別状はないということです。警察などによりますと、今日午前6時過ぎ、和泉市戸和田大湯の大湯温泉岡部荘で体長1メートルほどの熊1頭が目撃されました。漁友会が熊を追い立てていたところ。 目撃場所から西におよそ400メートルの地点で、猟友会の男性2人が立て続けに襲われました。2人は怪我をして病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。クマは猟友会によって射殺されました。